はい、今日はですね、プラレール、みんなの夢をつなぐトミープラレール宝トミー、これを紹介していきたいと思いますね。はい、ではまずは プラレールスタンリーからね。スタンリーはこのシルバーのかっこいい機関車ですね。スタンリー、白く輝くピカピカボディがかっこいい蒸気機関車、優しくて頑張り屋、みんなから好かれているよ。はい、スタンリーのね、車体の取り外し方、乾電池は炭酸乾電池、このようにね、スタンリーの顔が上に向いて外れます。オンとオフ、はい、そして貨車に丸太を積んだり下ろしたりできますね。スタンリーくん登場です。スタンリー見えますかね。スタンリー、シルバーの文字でスタンリーと書かれてます。色がかっこいいですね。スタンリー、はい、出ました。これプラレール流線形トーマス、新しいプラレールですね。はい、かっこいいですね。とてもこれね、映画機関車トーマス、走れ世界の仲間たち、ザ・グレート・レース、グレート・レースの流線形トーマス、流線形トーマス、グレート・レールウェイショーで活躍したくてトーマスが思い描いた想像の自分の姿だよ。流線形トーマスの遊び方ですね。車体の取り外し方、乾電池の入れ方、そしてスイッチの入れ方。流線形トーマスは低速と高速の切り替えができます。オンが低速、ハイが高速ですね。めちゃくちゃ速いですね、この流線形トーマス。出ました、流線形トーマス。このね、車輪が高速の動きを展開していくわけですね。そしてオン、ハイ、これをオンにすると、これ普通低速、ハイにするとさらに高速、車輪の動きで見てみますね。これ低速、はい、動きが速くなったら分かるかな。はい、今低速、遅いね。はい、ハイにするとこれ速い、低速、これハイにするとめちゃくちゃ速いですから。今撮影してる場所が狭くて手に負えないの、早くしちゃうと。流線形トーマス、これが流線形トーマス。はい、トーマスのね、これが想像した自分のかっこいい姿ということで、確かにかっこいいですね。流線形トーマスでした。はい、これはね、トーマスタウン限定、プラレールチョコレートパーシー、トーマスタウン限定なんですね。ちょっとよくわからないですけど、パーシーにチョコレートがかかっている状態、これがチョコレートパーシーです。はい、チョコレートパーシー、いたずら好きで小さな緑色の機関車のパーシーはトーマスと一番の仲良し。ある日チョコレート工場に突っ込んでしまい、チョコまみれになっちゃった。チョコレートパーシーの遊び方ですね。車体の外し方、
乾電池の入れ方、炭酸乾電池を1本入れますね。そしてスイッチの入れ方、これはオンとオフ。はい、はい、出ました、チョコレートパーシー。チョコレートパーシーはね、チョコレートパーシー本体とこの貨車、2両編成の機関車です。絶妙な感じでね、このチョコレートが顔にひっついている。そしてこの緑とチョコレートの茶色のこのコントラスト、かっこいいですね。このね、貨車からもちょっとチョコレートが溢れた模様がちゃんと描き出されてます。優先形トーマスに比べるとだいぶスローです。はい、次はこのプラレールヒロ、ヒロね、黒い機関車、いかにもこの日本な感じのね、機関車です。ジャパニーズヒロ、日本生まれのヒロはその昔ソドー島にやってきたよ。黒くて大きなボディで力持ち、伝説の機関車と呼ばれているよ。伝説なんですねこれ。はい、ヒロの遊び方です。ネジ、車体、後ろ側のね、ネジを緩めて取り外す。そして乾電池は単二電池、ちょっと大きめですね、単二なんで、単二の乾電池はちょっと大きめ。はい、このように車体を戻してスイッチを入れます。貨車にドラム缶を積んだり下ろしたりできますね。はい、はい、ヒロさんの登場です。ヒロオン、オフ、ナンバーは51番、デゴイチの51番。ヒロはね、これ割と音が静かですね。なんでだろう、なんでかは分かりません。2両目がこれ機関車のこの石炭ね。3両目が貨車、たくさんのものを運ぶことができますね。パワー十分、ヒロくんです。プラレールトビ、プラレールトビ、ちょっとおー、間抜け顔だねこれね。プラレールトビーくん、この写真の顔はちょっと間抜け顔な感じがします。はい、トビー、牛よけのついた珍しい路面機関車。牛よけがついてる、なんだろうね牛よけってね。スクラップになるところトップハムハット卿に救われたよ。車体番号は7 7 7ですね。はい、トビーの遊び方、ここを押してネジで止まってないですね、外れます。電池は単二の乾電池、スイッチはオンとオフ、簡単です。出ました、トビー、これかな牛よけ、ね、よくわかんないけど多分これだね牛よけね。7番セブン、トビー、ね、2両目は人が乗れます。そして3両目に牛を乗せるのかな。トビー、トビートビー、遅いねトビー。はい、トビーでした。プラレール、ヘンリー。ヘンリー嫌い好きで緑色の車体がお気に入りの大型機関車。ヘンリーは森が大好きです。車体番号は3、3。
ヘンリーの遊び方、ね、車体の外し方、3って書いてる、この2両目の方に、2両目の方に単2の乾電池、はい、スイッチの入れ方、ここに電池が入ってます。ヘンリーはね、4両編成、ちょっと長めのね、4両編成です。ただ4両なんだけど、これ分かるかな、1両目と2両目がこれね、繋がってるんで、なぜかというと、その2両目に電池が入ってますから。そしてタイヤというか車輪もね、1両目3つありますね。プラレール、スペンサー。スペンサー。四角い顔のスペンサー。スペンサーは、公爵夫妻専用の機関車だよ。スピードが自慢で、世界一速い機関車だと信じているよ。速いんだね、スペンサーはね。はい、遊び方は、こう車体を外して、乾電池も同じような感じで入れますね。早いけど、まあオンとオフ、はいっていうね、この高速タイプのスイッチはないです。スペンサーね、いかにも速そうなこの形、スペンサー、世界一速いっていう割にはこのスペンサー、流線形トーマスとかと比べるとプラレール自体は遅いですね。プラレールパーシー、はい、皆さんおなじみのパーシーですね。元気で頑張り屋の機関車、どんな仕事も嫌がらず、いつも楽しそうに働いているよ。車体番号は66。パーシーの遊び方は、車体を外して単3の乾電池を入れます。スイッチの入れ方はオンとオフ、はい、普通に遊べますね。6、ここにね、パーシーは燃料が入ってるんですかね、これはね、燃料を運ぶ機関車パーシー。パーシー、プラレール消防車フリン、赤いボディのフリンは騒動灯の人気者、特殊消防車として活躍しているよ。道路はもちろん線路の上も走れるんだよ。遊び方、車体をネジ、このネジは取り外さないでください、こっちでね。乾電池は単3乾電池、スイッチをオンとオフ、はしごが上下に動かせます。で、水タンク貨車、水タンクの貨車なんだね、これ。連結の仕方、ちょっと見てみようか。これが水タンク、水タンク貨車と水タンク車、これが水タンク車ですね。フリン、これね、見て、眉毛がこっちだけね、吊り上がってます。面白いね。プラレールフリン、プラレールロージー。ロージーはね、ピンクでね、女の子っぽい感じのね、いかにも。ロージー、トーマスを兄のように慕う元気な女の子の機関車。貨車にはパーティー用の風船がたくさん積まれているよ。車体の取り外し方、
乾電池の入れ方、そして車体の戻し方、スイッチの入れ方、このねピンクじゃねえな、ちょっと薄いパープルみたいな、この色がいいよね、ロジ。そしてこれ風船です。これはなんか分かんなかったけど風船ですね。プラレイル・メイビス、とても元気で働き者な女の子のディーゼル機関車、石を積んだ貨車を山から運んでいるよ。顔は可愛らしいね。こんなね立派なクレーンがついてますから。プラレイル・ゴードン、ゴードン、急行列車を引く大型機関車、自分の力を自慢して威張っているけど頼もしい味方だよ。車体番号は4、車体の取り外し方、乾電池の入れ方、車体の戻し方、スイッチの入れ方、プラレール・ジェイムス、ジェイムス、急行列車も引っ張る赤色の車体と真鍮のドームが自慢の中型機関車だよ。車体番号は5、遊び方、車体の外し方、乾電池の入れ方、車体の戻し方、スイッチの入れ方、ワイブ。プラレールシューティングスター、カク・ゴードン、シューティングスター・ゴードン、映画機関車トーマス、走れ世界の仲間たち、ザ・グレート・レース、シューティングスター・ゴードン、グレート・レール・ウェイショーに出場するために、ソードを整備工場で流線形のボディに変わったゴードンだよ。シューティングスター・ゴードンの遊び方、車体を取り外して乾電池を入れ、そしてスイッチが、これ低速と高速の切り替えができます。流線形トーマスと一緒ですね。2スピード車両、速いですね、やっぱ最新のやつは。シューティングスター、これがシューティングスター。ゴードンの顔を持ちながら全体的にスタイリッシュに生まれ変わったシューティングスターゴードン。これが低速、高速、低速、高速、低速。ラストがプラレールビクター、ビクター、ソドー整備工場の責任者だよ。工場内で知らないことはなく、思いやりとユーモアに溢れているよ。素晴らしいね、責任者です。車体の取り外し方、乾電池の入れ方、車体の戻し方、スイッチの入れ方、ソードウ、スチームワークス。
ビクター。